はい。皆さん、こんにちは。機械系男子のケネチです。今回はですね、細谷勲さんが書かれた、えー、こちらの具体抽象トレーニング、えー、こちらの本をですね、紹介していこうと思います。まあ、この本はですね、端的に言ってしまえば、えー、問題、自分が抱えている問題とか悩みに対して、えー、それをですね、一回抽象度を高くして、まあ、俯瞰して物事を捉えて、まあ、その問題をどうやって解決していったらいいかっていうその具体策を探っていって、 まあ自分の次の行動に落とし込んでいく。抽象度の高いものから具体的な行動に落とし込んでいく。まあ、そういう思考法ができるようになるための方法が書かれている本になります。まあ、なので、いわばですね、まあ、問題とか物事に対して抽象度を上げて物事を見てあげるって感じですね。何か問題があると。不具合が出てきたってことに対して、じゃあどこを直せばいいのかっていうのを見るためには、一回ちょっと抽象度を上げてあげる必要があるんですね。 まあ、例えばですけども自分の体の不調があってね肩が凝るとか首が凝るっていうものに対して実際にはその首が凝るって言って首ばっか揉んでてもあんまり意味がないらしいんですね首が凝るってのは筋肉がつながっているので実際には前側の筋肉をほぐしてあげると、まあ、後ろ側が突っ張るのが解消されて肩凝りとか首首の凝りがなくなるってことでつまり本当に解決しなきゃいけない問題はどこにあるのかっていうのを、まあ、考えるために抽象度の高い 視点で見てあげることが必要な,んですよなのでまあ一見体の不具合が出てきたそこだけに対してアプローチをかければいいかと思われがちなんですけどもでも実際に本質的な問題っていうのは別にあってそこを解決しない限りずっと、まあ、首のこりからは解消されないよっていう感じでまあ本質を見抜く力とも言われたりしますね抽象化する力っていうのはまあそんな感じで抽象化する力っていうのは度々話題にも上がるんですけども 今度ですね、抽象化1回してあげたらそれを具体化にもう1回落とし込んであげないといけないんですよ。これどういうことかっていうといわばですね抽象化っていうのは、えー、どこがダメなのかどこか why とかワットっていうのを探し出す方法なんですけどもじゃあその抽象化高くして、まあ、本質が見えてきた問題の核心が見えてきたってなったら今度じゃあその問題を解決するためにどうやってその問題にアプローチしたらいいかっていう how をですね問う。 ものになるんですねだ実際の行動っていうのは具体化に落とし込まないと、まあ、実際の行動には反映されないので、まあ、問題が分かったからといって問題を解決するわけではないので、まあ、問題を解決するためにハウ、まあ、に落とし込んでどういうふうにアプローチしたらいいか行動していったらいいかっていうのを考えるのが、まあ、具体化っていうことですねなのでまあこの具体化と抽象化の行き来っていうのがすごい大事ですよっていうのが書かれてる本になりますでこのね具体抽象のその行き来のね、えー、話を読んでてですね、まあ、思い当たった節があって、まあ、それがですねこちらの まあ表紙がないんであれですけど前田裕二さんが書かれたですねメモの魔力とですねこれ同じことだったなっていう風に思ったんですよメモの魔力の書き方としても左側半分にまずは事実を書くファクトを書いてでそこから見えること思ったこととかを抽象化して書くっていう欄があってでさらにそれを「転用」っていう風に書かれてるんですけどもいわば具体化ですね別の事例に落とし込んでいくっていうことで転用っていう風に言われてるものがあるんですねだからののメモの魔力の書き方と その具体と抽象の行き来の話っていうのが本当に丸っきり同じでだから自分もね具体とか抽象とかあんまり意識してなかったけどもでもなんか知らず知らずのうちに毎回毎回そのメモでねえ書いてるうちにまあ具体と抽象化っていうのをやってたんだっていうのがまあ分かった瞬間でもあるんですよでまあこの本ですねその思考力がアップするための29問っていう感じでまあ問題がねいっぱい書かれてるようにえ思われるんですけどもこれはね まあ要は教科書みたいな本でまあ具体化とか抽象とかのトレーニングに関してえつらつら書かれているところにまあ例題が何個か入ってるようなイメージなのでまあこのね細谷さんの同じ作者さん本で地頭力を鍛えるっていう本があるんですよこちらはね問題がもうザーってあって次から次へと問題を解いていくような形になってて結構ね頭が柔らかくなるので この地頭力を鍛えるっていう本もすごいおすすめなんですよそのね、地頭力を鍛えるっていう本も結構おすすめなんですけども個人的にはですね頭を柔らかくしたいのであればタ田子明さんの書かれた 頭の体操って本がねめちゃめちゃ頭が柔らかくなるのですごいおすすめなんですよねなんでその頭を柔らかくする必要があるかっていうとやっぱり抽象化する時に同じ側面ばっか見ててもその抽象化ってのはなかなか難しいわけでいろんな視点から見ることが必要なんですよなので本当に視野を広くしたりとかあえて逆に狭めたりとかって感じで頭をぐにゃぐにゃ柔らかく使ってその抽象化する力をですね高めていかないといけないので頭を柔らかくするとか思考を柔軟にするってのは この具体と抽象化においてはかなり重要なことになってくるので、地頭力を鍛えるとか、あと頭の体操ってのも、ぜ、ま、ひ、あ、読んでみてほしいなって思います。で、あとですね、まあ、抽象化の力を高めるのに役立つような、まあ、もう一つ別の本をお勧すすめすると、星新一さんの書いたショートショートの SF がですね、結構お勧すすめで、その僕のイメージで言うと、星新一さんは読む風刺画だと思ってるんですね。星新一さんも別に SF を書いてるわけなんで、 現実世界と同じような世界を描いてるわけじゃないんですけどもいくらかね今の社会とか世界をね反映してるような物語もあったりとかしてちょっとね風刺画的な要素もあるんですよでその風刺画っていうのもその抽象化の最たる例かなって思っててやっぱり物事をそのまま見てるだけでは風刺画っていうのを作れなくてちょっとその俯瞰してみて今の現代で言うともうみんなスマホを使ってるんだけどスマホに使われてるみたいな感じの風刺画とかもあったりするわけでそういうのってのは抽象度を高くしないとそれを作れないわけなんですよ であれは風刺画っていうのは抽象度を高くしてでそれをさらに絵まで落とし込むのであれは具体,具体化までやってるものなんですよねだから風刺画を見た僕らとしては一瞬でそれが何を示しているのかすぐ分かるっていうことで風刺画を描け,けたりする人とかあとはね俳句とか川柳もそうですよね俳句とかも見たまんまを描くんじゃなくて見たことから連想されたものを描いたりするでそれを読んだ僕らも、えー、すぐにそれが想像できるように、えー、そのレベルまで具体化に落とし込んでるので 結構その俳句とか川柳とかを書く人もですね、抽象化する力と具体化する力が強いかなって思います。まああとはですね、えー、抽象化する力を高めるとは言いにくいんですけども、でもその抽象化をすごい高めていったらどんなことになるかっていうのがわかる本としては、こちらのですね、小林秀夫さんの考えるヒントっていうものですね。これね、小林秀夫さんもね、抽象化する力がすごい強くて、えー、その社会の問題とか現実問題に対して、えー、なかなかね、考えたことないような深さで切り込んでくるんですよ。 読んでる側としてもちょっと難しいんですけどもこれはねまあ抽象化する力をどんどん,どん,どん高めていったら、えー、こういう側面も見れ,る見れるようになるのかっていうふうになる本でこの本を読んだからといってまあ抽象化の力がねすごいメキメキつくような本ではないんですけどもこちらもね小林秀夫さんの書かれた文章を読みながら考えてってまあその抽象化っていうものにね少し目を向けてみるいい機会になるかなと思います。 はいまあ、なのでですね、まあ、まとめると具体とね抽象化っていうのはあえて俯瞰して物事を見たりしてでそれをさらに狭いところに、えー、また視点をね持ってったりするような行き来するような方法で、まあ、いろんな側面を見ることも必要なので頭を柔らかくする必要がありますとその力を鍛えるのに最適な本としては、まあ、地頭力を鍛えるか頭の体操がおすすめですねで抽象化する力を高めるのに役立つ本としては星新一さんのショートショーとかあとはその考えるヒント とかまあ、あとはメモの魔力ですねこのメモの魔力の方法を実践することによって抽象、まあ、化と、えー、さらに具体化まで、えー、実践できるので、まあ、どれかですね、まあ、メモの魔力が一番実際に自分で手を動かして書いてやるので、まあ、結構ね抽象化の力と具体化の力はつくかなって思いますでもまあいろんな例を知るためには星新一さんの本とかあとは小林秀夫さんの考えるヒントとか、えー、読んでみるのが結構おすすめかなって思いますはい、えー、それではですね今回は えー、細谷勲さんの書かれた具体と抽象のトレーニングについてお話しさせていただきました。まあ、少しでも参考になったら嬉しいなと思います。それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。